上慎太郎投手が、オリオールズに電話トレード。オリオールズは現在ア・リーグ東地区の首位を走る強豪チームブルペンでの起用になってから安定した投球を見せていたことが獲得につながりました。では海外の反応を見ていきましょう。藤浪選手のグレードは好意的に受け止めているファンが多いようです。現地でも期待されていますね。ホット、藤浪晋太郎投手はトレード発表から2日後の現地時間2023年7月21日オリオールズ大レース戦でいきなり初登板、0対2で負けている状況で投げた初球 99.4 マイルの大角打のフォーシームが新選手にスタンドまで運ばれるホロ苦デビュー。その後後続は抑え1イニング1失点という結果に終わりました。では海外の反応を見ていきましょう。ということもあって温かい目で見守っているファンが多かったようですね。ホット役、藤浪晋太郎投手はこの翌日現地時間2023年7月22日に登板。前日とは違って5対3で2点リードした状況での登板。制球が定まらず最初の打者にフォアボール、次の打者にもフォアボールを与えるとワイルドピッチでノーアウト2・3塁の大ピンチ、内野ゴロで1点を許すも2アウト。その次の打者もショートゴロに仕留めたかと思われましたが、不運な打球の軌道になって2失点、同点になった状況で降板となってしまいました。では海外の反応を見ていきましょう。残念ながら不安定なコントロールで自滅してしまいましたが、投げている球の力は高く評価されていて、ネガティブな意見はほとんどありませんでした。藤浪晋太郎投手のオリオールズでの活躍を期待したいですね。